消費者が一緒にこの場を作るという精神が一番大事かなというふうに思っております、はい、皆さんコロナウイルス騒動でうんざりですよね。でもそんな時だからこそ古いように見えても未来社会を見据えた小林勇気朝市を紹介いたします。この朝市は毎週金曜日の朝、愛知大学の北東筋向かいにありますスーパー厚見の駐車場で行われています。すいません、倉橋雪農業の会はですね、こういうあの朝市の形で交流を重ねながら有機生産者と有機に関心のある方とか、環境問題とかいろいろ考えられている消費者の方と、交流の場としてここの場所を使ってますけども、会の運営としましては年間を通しましてそういった活動というか講演会なり映画会なりそういったことをしながら、あ、そんなこともされるんですか。そうですね、そういう有機農業自然環境問題とかそういったことを考える会になっております。有機農業といっても普及というか普及率非常に少ないのと、まあ、国の自給率が少ないとかそういったところを考える団体として存在しています。そうすると講演会とかいろいろ勉強会っていうのは、ね、はいはいはい、年にどのくらい、まあそんなにはね、もちろんそれはそうです。農業の方を中心でやってますので、はい、年に1回はやろうじゃないかということで、あ、その感じでね、まあ、1回とか2回、その他に、収穫祭とかいった交流会なり、はい、農業を体験するような、有機農業を体験できるような企画を年間、まあ、これは生産者ごとで企画してもらうもんで、年何回ということはないんですけど、その都度、まあ、例えば田植えとか、まあ、うちだと紅茶作りを体験してもらったりとか、野草を積んで天ぷらを作ったりとか、まあ、多種多様な行事があります。ああ、そうです。広域としては豊洲でないとダメっていうことでもないんですか。はいはい、広域で、まあ、東三河ぐらいは、そうですね、東三河という国でございます。こんにちは。はい、こんにちは。ここは有機野菜の、はい、まあ、マーケットというか、フリーマーケットのような感じなんですよね。そうですね、はい。通常名前はどんな呼び方で、このお店のことは、まあ、豊橋有機野菜市、豊橋有機朝市、はいはい、でもこの辺で言うときには有機朝市だけで通ってますけどね。あ、そうですか、はい。これ聞いたところによると毎週金曜日の朝、はい、何時から8時半から10時半まで、はい、っていうのが一応決まりになってます。あ、そうですか、はい。今までの経緯とか簡単な今お話をいただけたらありがたいんですが、はいはい、そうですね、まあ始まりは、私が就農したとき、36年前ですけれども。あ、就農っていうのは農業を始めたとき、はいはい、サラリーマン一時やってましたので、はい、それから脱サラをして、36年前に就農をして、そのときにもこの豊橋には有機農業研究会っていうのがありまして、はい、生産者と消費者の集いがあったもんですから、それに私も参加させてもらって、で、その時に、まあ、せっかくできた農産物、朝市みたいなので直接売りたいねということで、生産者と消費者直接、まあ、話をしたいねという気持ちで朝市を提案して、はい、そしたら当時 の会長さんだったところのお宅も前庭 の前家の前に庭があったんですけども、そこに植木屋なんかがあったんですけども、はい、それを全部整理して駐車スペースを作ってくれて、そこで朝市をスタートやった。はい、はい、まあ、それから、場所もちょっと変わったりなんかしながら、ここへ落ち、最後は
落ち着いたという感じですね。そうです、はい、ここに移って何年ぐらいになるんですか。もう10年近くなりますね。あ、そうですか、はい、でもお話にあったように、はい、ただ野菜を売るんじゃなく、はい、だけじゃなくて、はい、いろいろお客さんと、はい、そういった有機野菜のお話とかいうことをしながら、はい、情報交換しながらやってるということで、ただの普通のスーパーマーケット、八百屋さんの延長ではないということなんですね。そうですね、はい、それから一般には直売所っていうのはね、JA さんなんかにもありますけれども、はいはい、僕らの場合は、それからヨーロッパにはとかアメリカではオーガニックファーマーズマーケットという、はい、有機の生産者のマーケットっていうのがありますけれども、私どもはずっとスタートから生産者と消費者で一緒に作るマーケットっていう、はい、そういうつもりで、ファーマーズコンシューマーズマーケットみたいなね、英語で言えば、はい、そんな思いで作ってるので、だからこんなに雨が降ってても消費者ちゃんと来てくださる。そういうことですね、はい、まあ、消費者というか皆さんも仲間のような感じなんですよね。そうそう、みんなで一緒にこういうマーケットを作ってるという、はい、そういう感覚でやってますね。はい、農業のやってるいわゆる直売所と比べて、はい、大きな違いっていうのはどんなところにあるんですかね。だから今言った消費者と一緒に作り上げる、そこが大きな違いっていうことですね。はい、それとここへ出す前に、はい、有機のやつを作ってて、ほんで地域の農協の直売所へ出したことがあるっていう方もいらっしゃるんですけども、はいはい、そうするとね、やっぱりあそこは安売り合戦みたいな感じになってしまったりね。あ、そうかそうか、はいはい、確かに安いって聞きますから ね、結局、ここの生産者は若い生産者のことも考えながら、それから消費者と、はい、どういう消費者に食べてもらいたいか、例えば今いろいろと喋ってらっしゃるけれども、そうすると、このお母さん のところには、今、まだ幼稚園の子供がいるなって、ね、そういうことを考えながら、この若いお母さんでも買えるぐらいの値段だけれども、はい、まあ、そうめちゃくちゃ安くはない、生産者、若い生産者もなんとか生活できるという値段のところをね、みんなで一生懸命考えながら、やってるというところですね。はい、でその辺のことで非常に大事なところなんですが、今回、こう言ってはいけませんが、コロナのウイルスで安ければいいとか、はい、どこで作ったか分からんけど安ければいいっていう考えっていうのはかなり否定されてきて、はいはい、ある意味じゃその、コロナでこのマーケットのような考え方ってもっと増えていくんじゃないかなと思いますよね。そうですね、資本主義経済が万能かって思ってたのに、はい、どうもそれはそれやってるとコロナ災害みたいなね、第2第3のコロナが来た時にそういうことです、ね、もう対応できないなっていうのが、はい、なんとなく一般化してきたというかね。ここは今回のコロナ騒動でも全く影響を受けなかったですね。こうやって一応屋外、屋外ですね、はい、風はツーツー通るし、はい、密ではないので、3密ですね、密なのは生産者と消費者の心が密なだけで、そうですね、物理的にはそうですね、割れたこうやってねちょっと感覚取れますけれども、はい、心は密になってますそれで十分でね、はい、で野菜の種類もいろいろあるんでしょうね。そうですね、うちはプラスチック資材は極力使わないという、プラスチック資材といって、はい、今ちょっとした虫除けのネットだとか、はいはいはい、春先にトンネルみたいなのを作ってちょっと保温しながら、今頃出荷するのにちょうどいい苗を作ったりする方が結構有機農業の場合でも多いんですけども、うちは旬のものだけをできて、今日もこういうふうに梅だとか山椒の実だとかね、はい、そういう旬のものだけでなんとか生活してみようということでやってて、はい、そうすると本当にもう自然のものであって、もう明治とか江戸時代とかその感じがここにあるんですよね、きっと。そういう人工的な変なもの入ってませんから。そうですね、
まあ、それと、私の場合には持続可能性というのを、はい、最優先して、収納の時から最優先して、はい、まあ、あんまり安売り合戦すると、はい、どうしてもそのしわ寄せが農地に出たりとか、ね、はい、大量生産しないと採算が合わなくなるので、そうすると、顔の見えない方とかちょっと遠くの方に、宅急便を使わないといかんとかね、いろんなことが起こってくるんですけども、そうすると宅急便に、合わせるため の梱包が必要だとかね、はい、運ぶためのエネルギーが必要だとか、いろんな問題出てくるので、まあ、そんなことを全部、ひっくるめて考えながら、旬のものを持ってくるだけで、実はそれが一番おいしいので、はい、結果的に今需要に供給が追いつかないっていう状況にはなってますね。そうですか、はい、でこういったスタイルが全国各地でいろいろ出ていくと、できてくるといいと思うんですね、はい、これ一箇所で大量に作ってトラックで運んでってい う、はい、もう時代じゃないという感じなんです ね、本当に産地直送 で、はい、で持続可能っていうことをおっしゃいましたけど、はい、具体的にはどんな感じなんですかね。10年やっても100年やっても、はい、土畑が疲れてこないし、はいはい、悪いものも集積しない、それから地域の生態系が守られてきて、はい、でそこに行くと子どもたちもね、楽しくてしょうがないみたいな、そんな感じがずっと続いていくと、まあ、あそこの農園の野菜だから食べたいみたいなね、はいはいはい、そういう感じになって、まあ、どんなに、アメリカとかね、外国から安い有機という有機農産物が輸入されてきても、全然僕らの生産者と消費者との関係には変わらない、はい、変わらないなと、はい、それが最終的には農業を持続させることになるし、社会も持続可能になってくるかなっていう、自然環境も守られるということですよね、はい、そうやって、僕らは自分の、刹那的なっていうか、その瞬間のね、経済だけ回そうっていう、そういう資本主義的な発想から、どうやってこの社会を、子どもたちにちゃんと継承していくかっていうね、住みやすい社会を継承していくかなっていうふうにみんなが考えるようになると、農業のやり方も変わるでしょうし、その農産物の流通の仕方も変わってくる。で何よりもこうやって生産者の消費者がね、ずっとお話できてるというのはね、ここに来るのが楽しくてしょうがないというのでしょうね、はい、多くの、皆さんがここへ来てくれる理由だと思うんですよね、もう最先端を行ってる感じですねいや社会にとって本当に必要なものは何かっていうのね、そんな発想でやってるだけの話で、だから世の中は少しずつ我々のところに追いついてきたかなっていう確かにそのとおりですね、はいはいはい、特に大きな宣伝をするわけでもなくて、そうですね、自然にやるべきことをやってきて、はい、それに皆さん気づいてきつつあるという感じですね、はい、まあ、宣伝をしたところでね、はい、需要に供給が追いつかなくなってしまって、ああそっかそっか、はい、ここをずっと支えてくださってる方に、あれ今日もう卵ないのっていうふうにね、がっかりさせちゃうので、むしろもうちょっと足りなくなったから若い人鶏飼ってくれないっていう感じで、その人はの鶏が卵を産み始めるには少なくとも半年はかかるんですね、はい、でちょっと実力つけるためには数年かかるというようなことを考えると、一気に増えるっていうのはよろしくないんですね。ああなるほど、そういうことですよね。それは自然、農業の変化だとか自然の変化と全く同じペースでね、いけばいいわけで、人間はね、なんかいいっていうのあるとね、わっと大きくしたいとかね、そうですね、もう宣伝したいとかね、特に資本主義の考え方の中ではね、はい、そういうのが多いですね、はい、
まあ、少しずつ、世の中変えていく。それにはこうやってみんなが来てね、楽しそうなところを現実に見てもらって、でその一番ポイントは何かっていうのをね、みんなが肌で感じてもらって、それで各地域の各都道府県のね、自分たちの地域にはどういうやり方が合ってるのかなとかね、ここで学べるものは何かなとかね、自分たち独自のものはどういうふうにクリエイトして想像していったらいいかなっていうふうになってもらうと、世の中もうちょっとスムーズにいい方向行くかなと思いますけど、ね、そうでしょうね、はい、とこれ誰が来てもいいんですか？ええ、一応、はい、会員制とかそういうわけじゃなくて、一応この運営の基本は、はい、豊橋有機農業の会という会が中心になって運営はしてますけれども、はいはい、ただ普通有機農産物っていうのはかつては提携という形で生産者グループと消費者グループが、はいはい、はい、契約みたいな、そうそう契約しててやってるんですけども、はい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 、そうするとね、あれはどうしてもこういう身内だけで生産が多くなりすぎても困るし、消費者ばっかり多くなっても困るので、どうしてもちょっとこういう、まあ言えばクローズドシステムっていうかね、はいはい、に対してそれだとなかなか広がらないので、でちょっと有機農産物ってそこらでスーパーにも並んでるけども、一回ちょっと食べてみたいと思った時に、ね、ここへパッと来るで食べてみて、あ、美味しいっていうのね、そうやってちょっと経験してみたいっていうような方が簡単に来れるところを作りたいなっていうのが、はい、そもそものスタートですので、あ、なるほどね、はい、だからそれをオープンシステムの提携というふうに、はい、そういうふうに名付けてというかね、概念を作ってやると割合と分かりやすく整理しやすくなるんですね、はい、だからここは誰でも、うん、大丈夫です、今日買っていただいても大丈夫です、はい、それで有機とはとかね、有機の中でもほとんど肥料をやらずに自然のサイクルの中で作っているものも結構ありますので、はいはい、そういったものがいわゆる市販の窒素やなんかを一生懸命でやった肥料をやったやつとちょっと違うなっていうのを、ね、感じてもらったりとか、でそこでその農家の食べ物にが気に入ったらその農家さんを訪ねて、どういう農場で作られているか、でその農場はどういう自然に支えられているかっていうようなことをね、感じてもらえるといいかなと思うんですよね。はい、8時半から10時、はい、10時半、半でしたね、はい、10時から始まるかと思ってもう終わる頃にお邪魔したもんですから、うん、ちょっともう、そうですね、まあ、片付けられる方もいるけど、はい、8時半頃がやっぱり一番皆さん大勢にぎやかい、今でもにぎやかいですけどね、そうですね、まあ、9時ぐらいですかね、今日はこんな天気でもね、はい、来た時にかなりお客さんが見えたんで、はいはい、あ、すごい盛況なんだなと思いましたけどね、そうですね、はいはい、こんな感じでみんな楽しくやってますので、はい、ただの店じゃないということですね、そうですね、本当にお客さんと話しながら情報交換しながら、はい、あるいはお客さんの意見を取り入れたことができるんだら、はい、取り入れてという感じでやっているということですね、そうですね、はい、自分たちの場を作るというね、場を作る、はい、コミュニケーションの場でもありますね、はい、そうです、はい、これ最後になりましたけど、松沢さんっておっしゃいましたね、松沢ですね、最初の始めたということでしたよね、あ、朝一は、朝一はね、まあ、仲間と一緒に始めたという感じで結構です、はいはい、じゃあ最後になりますけど、はい、一言、まあ、今までのお話を総括して、はい、一言で何か、まとめていただけますか？あ、一言で、はい、そうですね、まあ、こういう朝一世界的にも、日本も各地で始められる方いるんだけど、なかなかうまくいかないというその理由は、多分生産者と消費者が一緒にこの場を作るという精神が一番大事かなというふうに思っております、はいはい、ありがとうございました、はい。